独占インタビュー、モハメド・ベン・スライエムは、グリッド拡大推進に対するチームの批判に答え、F1 が、アンドレッティを、11番目のチームとして承認するだろうと、自信を表明。FIA 会長、この問題をめぐる F1 との関係について、亀裂が生じるはずはないと、発言。FIA のモハメド・ベン・スライエム会長は、アンドレッティのグリッド参加への申し出が、最終的に F1 によって承認されることに、全面的な自信を持っていると述べた。 カタール GP でのスカイスポーツニュースとの独占インタビューで、ベン・スライエムは、競技の既存の10チームの間で、強い反対がある中、グリッドを11チームに拡大したいという統括団体の希望に対する批判に直接答えた。同氏はまた、この問題が、スポーツ統括団体である FIA と、スポーツの商業的権利を管理する F1 との間の亀裂につながる可能性は、あり得ないと主張した。追加チームのベン・スライエム氏は、FIA が、 彼らの懸念を理解していると述べたが、拡張が、このスポーツにとって正しいと信じている理由を解説した。グリッド拡大に対する統括団体の立場について、FIA 会長は、それは、スポーツをさらに盛り上げることしかできない。チームからの反対について、直接尋ねられたベン・スライエムは、お金の問題だと思う。他には何も考えられないと、率直に述べた。F1 会長ドメニカリとの関係や、 第11チームの問題が緊張を引き起こす可能性があるかどうかについて、FIA 会長は、亀裂が生じる可能性はありえない。申し訳ないが、報道陣は、好き勝手に書くことができると主張した。以上、引用。独占インタビュー、モハメド・ベン・スライエムが、アンドレッティの件についてコメントしています。承認されることに、全面的な自信を持っていると述べた。私も同じ意見です。もともと、 規約の中に12チームまで増やせると書いており、その規約に沿って申請してきたチームをチェックし合格したので、次のステップに進めた。今反対しているチームの理由は、収益が減るという理由。それならば、チームを増やす規定をなくすか、増やしたチームでより収益を上げるかを考えるべきだろうと思います。もっと言うならば、F1 はアメリカで3カ所開催しています。その F1 が、いわばアメリカを代表するレーシングチーム、 アンドレッティアメリカを代表する自動車メーカー GM が F1 参加するのを自分たちの収益が減るという理由で断るというのはいただけません。